はい、ベンです。今日は秋田県県北のね、能代に来ております。こちらね、天候の不夜城というのね、お祭りがだいたい7月の終わりぐらいだったかな、あるんですけれども、コロナの影響で2年連続中止になっちゃったんですけどね、能代の市役所のところで展示がね、昼と夜がありまして、夜は9時までライトアップされているので見に来ました。ちなみに一番真ん中の方で多分20メートルぐらいありますかね。すごい壮観ですよね。こちらがねステージになってて、あ、ビアガーデンかなんかやってるのかと思ったけど違いますね。普通にちょっと集まれるようにはなってますけれども、むしろ七夕祭りとかそういうような展示がある形ですね。これは小さめの部屋城の木山ですかね。こっちも絵がありますけどね。降りてくるとね、こんな感じで下から見上げるようなこともねできる位置まで来ることができますね。いや、すごいな。そうそうそう、でね、本格的なお祭りじゃないんだけど、すっごい協賛がね出てるんですよ。だからやっぱり本当にね、こういうお祭りを皆さん心待ちにしてるんだなと思いますよね。全部足に手書きで書いてるんでしょうね。うわー、噛んだわ。で、これが台車になっててね、街中を引いて歩くらしいですよね。だからあれか、青森でいうところの五所川の立ちねぶたみたいな感じなんでしょうね。うわー、すごい。良かった、仕事終わりだったんですけどね。うん、だから来年はね、この曳山が街中をね、こう勇壮に練り歩く姿っていうのを見てみたいですよね。うん、もうコロナ収束、今年ね、達成して来年はまたね、日常を取り戻して各地で夏祭り開催されることを祈っております。以上、阿部でした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。